ロースカツ丼食べたくなってきた。どうも、シュイン豆腐でございます。いきなりあの画面が始まったけど、やっていきましょう。えつねさったよーし、オッケー、やっていこう。さあ、今回はネット尽くしだ。ネットペッパーやっていきましょう。レッドペッパーといえば、あの有名な CM、 どこどこどこならレッドペッパーっていう CM ありましたよね、昔。今はもうやってないのかな。どこどこどこはレッドペッパーとか強い CM があったような気がするんですけど、さあ今回はレッドペッパー祭りですよ。まあ、ウィッスももちろんやりますけど、今回は何よりレッドペッパーやっていきましょう。さあ、最後にやつが待っているからな、気を引き締めていかんと。まあ俺、唐辛子はかけません。俺は一味とか七味とかはそんなにかけないです。まあ、家族に勧められてかけたりしますけど、まあ、それでうまかったりします。でも、ほとんどかけないです。ウエスやっていこう。今回はビッグパネル祭りです。あのドクターもいます。ちょっときついことが予想されるが、この前よりは大丈夫だ。ちなみにこれパート70にとってすぐじゃないですけど、ちょっと20分くらい経った後の収録です。72パート取ったあと20分待ってから実況です。やっていこうではないか。まあ大丈夫だろうね。まあレッドペッパーを信じていれば大丈夫。レッドペッパーやっていこう。やっていよーし、オッケー、ゴーシャウト、オッケー。まあ後で開けます。よーし、順調。ウエス、ここのビッグパネルはそこまで気にしなくていいもんだ。あの頃とは比べ物にならないほど楽なんで、あれよりは本当に難しくないね。あれは本当に難しかった。コンティニューもするほどだったからね。チャレンジの時が本当にうざかった覚えがある。キングビッグがトラウマになった頃は大体で言うと2の時代ですかね。2でめっちゃ強くってコンティニューしまくってやっと倒した覚えがある。もうそれくらい強かったんですよ、2では。まあ、過去のアングリーバードと何回もやり直しできたけど、こっちはやり直しがほぼ効かないからね。一発勝負だからね、ほぼ全て。あ、バタタ、あ、2回開けることができますね。よーし、ドクターやっていこう。危ない薬を作っている。お薬1個作るのに10億円とかかけますから、そういう安いやつを作ってる。ドクターピック天才。やばいやばい、あぶね。なんでここでノーマームーブになるんだよ。あ、やばい。あー、
これはだいぶまずいな。本当にまずいな。メガネ壊れてる。なんかこいつジャムおじさんに見えるな。もうアンパンマンのジャムおじさんに見えるのは気のせいか。敵を取ってやる。アップね。取り直しなんとこだった。アップね。なんとか攻略成功だよん。アップね。マジでちょっと取り出しになるとこだった。いらね。ありがとうございます。これは入ります。よし、もうちょっとだぞ。とりあえず待っておこう。また家でねーのオールスターですか。また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 例のオールスターですか。前回どっかのパートであったよね、オールスターシリーズが。またそれか。いけるのかな。じゃあ今回ここまでするか。ご視聴ありがとうございました。まあ、島の攻略も裏でやっていきますんで、よろしくお願いいたします。バイビー。グッジョイ。